生演奏と演歌民謡に酔いしれるリシンクプロジェクトプレゼンツ福島オンラインフェス2021へようこそ。白いリンゴの花咲く丘で事務所様ありがとうございます。アコチルキャンプ様ありがとうございます。株式会社アットホーム様ありがとうございます。3問全部いいですか。ぜひ当てちゃってください。これ今日ね、はい、みゆちゃんのご両親も YouTube 見てるっていう、見てるんです、ね、そう、あの両親とあとじいちゃんばあちゃんとみんなで集まって見てくれてる、ね、じいちゃんばあちゃんすいませんちょっとじゃあ1本目は、はい、絶対そうじゃないかなっていうやつを当てたいと思います。 それはお願いしますよ。はい、ではまずこちら。はい、なんだろう、会津の中将。はい、さあ赤井さん、こちらのお酒は福島のお酒でしょうか。正解です。やったー、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあではここで大正解だったので、はい、まずはみんなで乾杯をしましょう。配信をご覧の皆さんも飲み物を用意してください。はい、では引地さんお願いします。せーの、乾杯。本当お酒もとても美味しくて、さあそれでは、はい、ここからは六本木の本部ですか、向こうは ね、 そ、 うですね、そこに負けずに福島ベースからもですね、はい、まあ、あのお酒ももちろんで、お酒を作っているのはこの福島県です。じゃあもうこの際福島に来てくらんしょということでですね、福島に移住を決めた方々にここから来ていただくということなんですね。はい、実際やったらどんな感じなのか、はい、もう実際にお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、若い、ね、お若い、醸造師をされていらっしゃる。醸造師、はい、醸造師って何してんですか。とビールを作ってます。春は花、秋はもみじの我がふるさと、ああ美しき我がふるさと。なんで師匠つぶした、朝ね朝だ朝夕が大好きで、それで新車は潰して、あーもっともだーもっともだ、はい、福島フェスティバル、はい、なんで毎年六本木、あ、オフに自慢が本当に大好きで、はい、それで毎年六本木、はい、もっともだーもっともだー、福島フェスティバル、はい、I want you baby、 僕らは福島が好き、 I love you baby、 浜通り I need you baby、 中通り I want you baby、 会津地方福島が好き、 I love you baby、 野間追い I need you baby、
赤べこ I want you baby 鶴ヶ城福島が好き東京ラクフェアの会議室 in 福島オンラインフェスよいしょ変わってきましたご覧くださいこちらですどうぞおお結構あるでしょこれすごいねラインナップ良さそう、はい、そうそれを私一人一人セット分けしてまいりましたおこちらここね、うん、これ新井健一セットでございますおあ私が新井健一さんといえばこれだろうということで選んだのはこちらということで、うん、っやっぱお酒があるよやっぱ健一さんだから、はいうん、やっぱりそうですよね新田自然酒、うん、新田本家さんがここで自然栽培して作ってる日本酒、うん、I think about you every day I think about you one day that we is today Every time. いつもいつもいつか僕は我は連れて恋をすると思ってたでも恋はするものでもなくてふとしらずに自然に芽生えるものとも思ってた そう そうあれは去年の今年明けのちょっと前唇が僕の目を奪った冷たい風にじゃれ合う豆の下で2日後2人は会うのさ楽しみ You're my day Someday I can make you my heart 当たり前のことだけどあなたがいればそれだけでいい2人の素敵な思い出作るのさ You're my dayで僕ずっと思ってたんですよ桃とかすごい美味しいけどあ生産量でいうとあ2位なのか日本でとかそういうものいっぱいあるんですで1位になりたいなと思ったこともあるんですけど量じゃないと多分あなたの1位になるものが福島に必ずありますんでそれを用意して福島の人が待ってますんでぜひ時が来たら福島に訪れていただいてそして福島の皆さんはそれをお出迎えしていただいて一生の思い出を1位を
持って帰ってもらいたいと思っております、はい、素晴らしい。いやいや本当にこんなに熱く語る引き地さん初めて見たからちょっと感動しちゃう。ありがとう。ありがとう。というわけで本当のお時間がやってまいりました、はい、生演奏と演歌民謡に酔いしれるリシンクプロジェクトプレゼンツ福島オンラインフェス2021、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。